こんなんでやってるんですね。パコで使ってると面白そうですね。タッチしてください。そう。みんな、クワタ駅の、あと、こっちって言うとだっけ、溶接棟の改札の中にあるらしいけど、まあ、マンプラリーの用紙忘れてくるから。もともともね、よくですよ、こっち。よし。そうだな。アクセスに乗ってパッと飯でも食えそうなところ。星川かな。星川にでも行くか。やっべー、久しぶりだな、このノープラ。よし、じゃあ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 、で、不思議なこれ、こっちの方でも、もっと下げるので。45分。名古屋。上げていきが。45分だろ。5分か。あ、すいません。いいですか？それもまた、もう一度分かるね。まだまだどんどん時間かかる。これは何の後なんだろう。改めてよく見てみてよくわからんね。あれかな、本当に昔、横木、汽車で走らしそうだった時とかの、給水塔の名残とかかな。でもその頃はいつかこっちになかったはずなんだけど、よくわからん。はぁ、あ、ちなみに、三義鉄道の大正駅か、スタンプラインの大正駅か、ニューガは、西藤原。で、ソハラ、こっちの北西線だと、ソハラと、あげきか。なんですけどね、あげきはね、あげきでね、寒いですね、温泉入ろうかなと思ったけど、そうや。あげきの温泉今、長期工事中で、やってねえんだ。それじゃ温泉も入ってねえし、もう、どうしような。ちなみにソハラはね、いつもね、させてないですかね。降るところワンチャンちょっと歩いたところにスキアがあるぐらいです。ああ、ジョイフルかあるか。ジョイフルスキアがあるぐらいですけどね。あ、もうねえな。スタンプラインの縛りがないんだったら、多分星川が一番駅前いろいろあるんじゃないかな。まあ、ちょっと、
星川からあの辺りまでちょっと歩いたりとかしてみますか。